それでは早速第1部、栗山英樹さんと有林堂松信社長との対談、本という救いを始めさせていただきます。まずは松信社長、どうぞご登壇ください。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。お忙しい中ようこそ集まりいただきました。ただいまご紹介に預かりました、書店未来研、書店未来研究所ですかね、書店未来研究会理事長を務めさせていただいております有林堂の松信と申します。で本日はですね、栗山さんの単独講演この後予定しているんですが、ご本皆さん読んでいただいた通り中に本の話をいっぱい書いてくださっています。そこで冒頭15分ぐらいお時間いただきまして、特に本とか書店とかそういった部分に絞って栗山さんにお話を伺っていきたいというふうに思います。栗山さんご自身のことですとか WBC のこと、それから大谷選手のことなんかはちょっとお待ちいただいて、まず本と本屋さんのお話にお付き合いいただければいいかなというふうに思います。それではお呼びしたいと思います。侍ジャパン前監督、現在は北海道日本ハムファイターズ CBO チーフベースボールオフィサーという役職に就かれております栗山英樹さんです。どうぞ皆様拍手でお迎えください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、では早速始めさせていただきたいと思います。栗山さん、この度はちょっとこれ付箋だらけなんですけれども、信じきる力ご出版おめでとうございます。私も早速拝読いたしました。ありがとうございます。なんかめちゃめちゃ恥ずかしいですね、自分が出した本で来るっていうのは。はい、失礼します。はい、一番最初のね前書きのところにちょっと読ませていただくんですが、僕が今最も伝えたいこと、それは信じること、もっと言えば信じきることの大切さを改めて日本人に思い出してほしいというふうにお書きになられていらっしゃるんですが、まあ、出版されてちょっと経ってると思うんですけども、どうでしょう、伝わりきりましたでしょうか。まだなかなか難しいなと思いつつ、ただその、書かせていただきましたけど、ずっと特に、選手の時もそうでしたけど、監督やらせてもらってる時にやっぱそれがいかに大きなものかっていうのは体験として、やっぱその、変な話、例えば野球で言うと、ここのケースどうしても点取りたくて代打出すぞって、で、レギュラー選手がいるわけですから、そこに変えて代打に行くっていうのは、どっちが力関係上か下かみたいな別として、もうその代打をこう使っていって最後に残り1人になっている時に代打に行く時と、それから代打の切り札が行く時でちょっと違いますよね。ただこっち側がこの選手が絶対に打つんだって信じて送り出さないとやっぱり結果は出ないっていう、それはすごく体験として、見た目にも何も選手に伝わるのは別としてないんですけど、ただこっちが本当に信じ切らないとそこで結果が出るっていうことが起こらないし、でこっちがそう思ってると、逆の立場で言うと多分お前しかいないんだっていう感じの空気っていう方がやっぱりその選手の力は大きくなるっていうのは、体験として感じていたので、ちょっとそういうふうに書かせていただいたんですけど、なかなか浸透社長しないですね。でもさ、冒頭のね WBC 準決勝の時の村上選手、あそこの話なんかを読むと、いや本当に信じきる力ってすごいな、偉大なんだなっていうのはもうこれ感じずにはいられないっていうのがねよくわかると思います。それでいろいろいろんな場面で、病気のことですとか日本ハム時代のこと、いろんな局面でエピソードを交えながら信じきる力がいかに大切かっていうのを50のお話で書いていますので、今日書店の経営者がたくさんいるんで、皆さん頑張って売っていただきたいなというふうに思います。でこの第1部のテーマは、本という救いというすごいこうちょっと大げさなテーマがついているんですが、栗山さんご本の中で、これもですねちょっと119ページにあるんですが、本からの学びがなかったら僕は壊れていたかもしれない、壊れないで済んだのは先人たちの本に救われたからというふうにお書きになっています。栗山さんの人生にとって本というのがどういう存在なのか、ちょっとお聞かせいただけると嬉しいなと思います。本当に子供の時にの思い出っていうのは、僕ら子供の頃からやっぱ野球やってたんですけど、父親がすごい厳しい人だったんですよ。もう本当に腰一徹みたいな
ちゃぶ台ひっくり返す系の僕あのプロ入って合宿所で、まあ、その携帯ないのであの公衆電話でこう敬語で喋ってたんですよね、うん、いやこうでこうでこうなんですよとか言ったら周りの選手が誰と喋ってたのとか言って親父とだから父親と喋るの僕なんかプロ入っても敬語な感じぐらい、まあ、怖い父親だったんですけど、うん、その父親が唯一何でも許してくれたのが本だけはもう好きな本を買ってくれたっていう、うん、まあ、そこ以外はめちゃめちゃ厳しい人だったんですね。ですから、まあ、そういう意味では子どもの頃から、まあ、野球やってたんで本当に本を読み出したのは実を言うと僕大学生ぐらいなんですけど、読み込むようになっていったのは大学生ぐらいだったんですけど、まあ、そういう意味では本ってすごく僕のそばにずっとあったっていう。で、まあ、今あの僕あの本屋行くの趣味だったりするんで、うん、しょっちゅう本屋にいますけど本当にこう本を売ってくださる皆さんの状況っていうのは本当に大変な感じっていうのがすごく受けるので少しでもなんか僕選手たち入団してくると本配りましたし、この本選手に読めって結構やりますけれどもなんかそういうお手伝いできたらいいなっていうふうに思ってるのは、まあ、監督やってるとですね、まあ、社長もそうだと思うんですけど、はい、だから最終決断をするときにもちろん情報とかいろんな人たちの話は聞くんですけど、まあ、最後は自分で決めなきゃいけないでなんかすごい孤独になってる自分っていうのがやっぱりいてでなんかないのかな決める決断するで僕はあのその歴史ってデータだってずっと言ってきたんですけど誰かがこうやって考えてこういうふうにするとこういう結果になるっていうそのデータが歴史にずっと残っているの でその僕と同じように困ってる人が歴史的にいたはずなん でそれを探しに本の中でそういう事例をこう探しに行く、うん、まあ、そういう意味では10年間ファイターズで監督やらせてもらいましたけど、まあ、めちゃめちゃその本のあこうした方がいいんだみたいな言葉っていうのはいくつか出会ってすごく救われたなっていう感じなんですけど。その買われた5本は今どちらにあるんですか。買われた5本って今どちらに。ですね、今、まあ、これちょっと流れてるんですけどあの僕北海道住んでる、そんなに真剣に聞かないでください。なんかどうしたんだみんなみたいなあので、今実はですね、倉庫の上にあのちょっと北海道なんで倉庫ってもちゃんと作んなきゃいけないんですよね。でそこの上を図書館にして今本そこに、はい、それは一般の方も見ることができるんですか。それはさすがにできないあのいずれなんか子どもたちが野球見に来た時に、まあ、野球の本中心にまあ、難しい本もありますけどなんかそこで遊んで、うん、まあ、漫画なんかも、めちゃめちゃ、僕はあの WBC 前にもう一回あの野球漫画とか全ての漫画買いに、うん、そうしないと神様は勝たせてくれないんじゃないかみたいな、 なんか変な追い込まれ方をしてたりするので、まあ、ですからそういった、まあ、もちろんあんまり普段漫画読まないですけど、まあ、そういったことも含めて、やってる。まだ本はちょっとそことあと大学に僕ちょっと席を置いてるもんですから、はい、大学の研究室で、まあ、本棚いっぱいあるんで、まあ、そこにほとんどあったりするっていう。本屋さん今自由に行くことできますか。本屋さんに今自由に行くことできますか。もう人だかりができちゃって何買うか見られてしまって大変じゃないかと思うんですけど。いえいえ本屋さん行って誰も僕のことを見てくれないんで。本当ですか、はい、でただちょっとなんか僕自分が、まあ、今回もなんか本屋行って自分の本とか置いてあったら誰も買わないんでちょっと講談社さんに悪いなと思って自分で何冊か持っていくときだけはちゃんとマスクしてあのこれくださいっていうのはやってますけれど、はい、そうですか。じゃあ本屋さん行かれて本屋さんでの本の選び方ですとかね本屋さんでの過ごし方なんてこうこだわっていることなんて終わりになりますか。僕はあの本に関しては結構あのネットサーフィンじゃなくてあの本サーフィンするんですよ。こう読んでる本の中にいろいろこの本にとかって本が出てきますけど出てきた本は必ず買うっていう、うん、はい、でそういうふうなところから入ってって、まあ、例えば本屋さん行くとその本が置いてある周りの本とかはすごく見てますし気になったらよくあの昔の偉大なこう読書家の皆さんが、はい、本は一冊ずつ買え読む本から買えとか、まあ、いろんな意見がありますけど僕なんかむちゃくちゃまとめてこう買ってきちゃうタイプなんですね、うん、ですから本に関してはその親父の多分子供の感覚があってなんか買ってもいいんだみたいなのがあるので、うん、ちょっと大人買いはむちゃくちゃしますけど社長あの、はい、今本を逆にこう我々買わせてもらいますけど、はい、やっぱどう手に取ってもらって読んでもらうと
まあ、僕あの入団してきた選手たちに例えばロングとソロバン配ったりとか、それからちょっと簡単なこう人生の本とか選手に配ったりするんですね、はい、それで、特に新入団の選手にはこの話して大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。で新入団の選手には、父親、母親、まあ、片親の方もいますけど、学校の先生、それから監督さん、それから自分というのに、まあ、ある本を渡して、入団が決まったらその、まあ、前後にこう空いてるページがありますよね、はい、でそこにあなたはどういう人になってほしいかっていうのを書いてもらってこいと。でそれを書いてもらってきて、で最後に僕も書きます、その選手に対してのメッセージ、まあ、大体書くのは、まあ、吉田松陰の言葉だったりするんですけど、要するに自分との約束を破るやつほどくだらないやつはいないと、自分で決めたことはやってくれみたいなことを書くんですけど、そのなんでそんなものを選手のために残そうとするかというと、紙とかなんか物っていうのは意外とやっぱなくなっちゃうんですよ、うんうん、だから本にして書くと本棚に置いてあると結構やっぱなくならないので、うん、選手って入った時は夢いっぱいなんですけど、やっぱりやってるうちになかなかうまくいかなかった時にパッとそれを手に取って、あの時俺こう思ったなとか、あ親父おふくろこんなふうな思いで俺のことを思ってくれたとか、なんかそういうこうモチベーションを上げるためには、僕にとってはそう本っていうのはすごく大きな要素 で、うん、ですいません、僕の話僕が聞こうとしたのは、はい、そういう大事な本をどうやったらこう手に取って読むとすごい勉強になるじゃないですか、どうやったら、いろんな工夫されてると思うんですけど、本を買ってもらうように、はいはい、そういうのはどうですか？もう本当に本屋が少なくなってきていて、有識事態だなというふうに思っています。で僕らご今日あのこの前の方に書店の経営者が多分いっぱい座ってると思うんですけど、本当に努力をして本の良さを伝え、読書の素晴らしさということを伝えて日々頑張っているんだと思います。でもなかなか厳しいのが現実で、その中で今、まあ、僕も含めて多くやろうとしているのは、それでもやっぱり本の良さを伝えていくこと、もう愚直なまでに伝えていくこと、ポップだとか SNS だとかで伝えていくこと、それともう一つはこれはいろんな意見があるんですけれども、本屋さんというのを面白い場所にしてみんなに集まってもらう場所にしようというようなことを努力している本屋さんが多いように思います。ということはこういろんな組み合わせを考えたりとか、例えばあの一番分かりやすい例で言うと、まあカフェの中に本があったりすると僕らも本読みやすいですし、うん、手に取りやすかったり、まあ、いろんな多分組み合わせだったりするっていうものを、まあ、社長いろいろ工夫されてるっていう話を聞くと、なんかそういうのやっぱいいなとか思うんですけど、ありがとうございます。あのみんなもう本当に頑張ってるので、すごく励みになると思います。栗山さん、なかなかですね時間が短くて、もうこの第一部お時間が迫ってるんです。僕何も喋ってないですよね、まだ。それ、はい、その後皆さんいろんな話をお待ちなので、はい、ちょっとそっちの時間を削るわけにはいかないので、はい、最後あの今何度も申し上げて恐縮なんですが、書店経営者もいます、それから今日本を読んでくださって集まってきた皆さんも多分本が好きで本を読まれる中で、あのこの本に出会って応募された方だと思います。でこれから日本になっていく若い学生さんもいます。ちょっとこれからの本の付き合い方みたいなことを一言アドバイスいただいて第一部終わりにさせていただきたいなというふうに思います。はい、あの、まあ、その僕がアドバイスなんでとてもおこがましいですけど、あの私は逆にですね、僕らの一般読者っていうか、まあ、本を買う側に対してなんていうんですかね、こんな本ってこんな感じなんだよみたいな、これはすごくやっぱいいだろうみたいなのって、だからちょっとだけメッセージいただいてもいいですか？あの僕がずっと思ってるのは、本は一期一会、書店で見た、あるいはネットの EC サイトで見た、これいいなって思った時に買ってしまわないと逃げちゃうんですね、本って。あ、逃げちゃう、はい、はー。なので本は一期一会っていうのをいつもお客様ですとかうちの若い従業員には伝えるようにはしています。じゃあ僕があの気になった本をどんどん買っちゃうのは、あの私たち的にはありがたいし僭越ですが、あのいい買い方なんじゃないのかなというふうに思います。そうですか。まあ、その時代が進んでいって、あの僕今回、3月に13球団のフロント、要するにちょっと監督から立場が変わって球団の方に入っているの で今メジャーリーグ僕130年ぐらいですかね、野球こんなに劇的な変化を遂げている時は今ないんですよ。要するにサイエンスが入ってきて、そのチーム運営とか球団のやり方がこんなに野球が変わっている時がなくて、それ知りたくてこう回っていったんですけど、ものすごい変わってました、うん、で僕の頭の中も一回真っ白にして野球考えなきゃいけないと思ってますけど、でもその中でも大切な核になるものっていうのはやっぱりあって、で僕はやっぱり本から教わったこと、それから先輩から教わったことっていうのは僕の中にはもう確固たる、うん、まあ、
軸というか、まあ、そういったものがあるんで、で僕あの結構選手たちも困ると、他のチームなんかも選手も監督なんかいい本ないですかみたいなことを言われるので、僕すごい簡単な本から僕もちょっと難しいと思うような 20、30冊バーッと集めてこう選手に送ったりするケースがあるんですけど、あの本当大変だと思いますけど、野球の選手でもそういう意識を持った人たちもいたりするので、ぜひあの今本の置かれている状況大変だと思いますけど、僕もお小遣い一生懸命使いますんで、これからもぜひ頑張ってください。ありがとうございます。あのまだまだお聞きしたいことあるんですが、はい、とりあえず第1部はここで終わりにしたいと思います。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。